参戦で東京選挙区に立候補しております勝沢良司と申します。今日は国交省さんにハングル表記、簡体字表記をやめてもらいたくてやってまいりました。この道路標識や駅の名前に英語と別に簡体字、ハングルを表記するのをご利用ししたのは国交省、観光庁、国際観光課でありますけれども、こちらは春米を取っておらず法的根拠なしに簡体字とハングル表記をご利用ししております。鉄道会社やバス会社を脅してですね、監督省庁である国交省の言うことに逆らえないのをいいことに、鉄道会社バス会社に簡体字とハングル表記をやらせました。合計で4カ国語表記になっているわけなんですけれども、電車やバスの中で小さくて見にくくてしょうがありません。簡体字とハングル表記ご利用しするのをやめてください。英語は仕方ないと思います。日米同盟というのがありますから、米軍は日本国内で活動する事態も起こり得ますから、英語の表記は仕方ないと思いますけれども、簡体字とハングル表記は必要ありません。国交省さんは人民軍兵士が日本国内で活動するために利便を図っているんでしょうか。人民軍兵士の目印になるように簡体字をどこにでも表記するようにしたんでしょうか。北朝鮮の兵士が日本国内を蹂躙するときに分かりやすいようにハングル表記にしたんでしょうか。国交省国際観光課は外観誘致主義者なんでしょうか。潜在的な敵国である人民軍と北朝鮮軍の利便を図っているんでしょうか。全く法的根拠のない簡体字とハングル表記をゴリ押しするな、やめろ。英語だけで十分だ。環境観光庁国際観光課は外観誘致主義者である